皆さんこんにちは。最近10秒説もささやかれる中、 MC を務める朝だ生です旅サラダを体のメンテナンスのため11月18日の放送以降姿を現していない神田正輝さん、メディアからは10秒説がささやかれ、最後の番組以降姿を見せておらず詳細不明の状況が続いています。今回は神田正輝さんの現在や失踪について調査しました。最後までご視聴いただけると嬉しいです。現在原因不明で番組を欠席し続ける神田さん、これまで激痩せしたことで病気説がささやかれていました。神田さんに急激な変化が訪れたのが2023年4月頃、旅サラダに出演した時のことでした。この頃から髪は茶色からグレーで白髪も混じってはいるものの、全面的な白髪頭ではありませんでした。ですがこの頃には顔が痩せ細った印象がありました。同年5月の旅サラダに出演した際には頭に白髪が混じってきたものの、まだ黒い部分も残っていますが、その一方で顔は少しやつれており、首筋にも年齢が感じられるようになりました。そして7月頃から神田さんは白髪頭で顔もだいぶ痩せ細っていることがわかります。この短期間で急激に痩せ細ったことから10秒説がささやかれるようになりました。過去に癌で亡くなった芸能人の方を彷彿させるような痩せ方を指摘している方もいるようで、神田さんの体調を心配する声が多く上がっています。この激痩せに関して今年の8月に神田さんは直撃取材を受けたことがありました。あはは、何あのね、ファスティングしてるの。1年半前からファスティング初めてね。だから病気とかそんなんじゃないからと病気説は否定しています。しかしファスティングは一般的にはもっと短期間で行うもので、ファスティングをしているとの発言は何か病気を隠しているような気がしてなりません。この激痩せの原因の一つとしてささやかれているのが精神的なものです。それが娘さやかさんが亡くなったことです。2021年12月にさやかさんは滞在中のホテルで転落死していました。神田正輝さんはさやかさんが亡くなって以降も旅サラダに出演していましたが、番組内のこれ馬の旅のコーナーで神田正輝さんがスタジオで焼き豚卵丼を試食した際、焼き豚って久々にちゃんとしたご飯食べたんだけど歯ごたえがあるね、旅サラダに来てよかった、ご飯食べられたとコメントを残していました。この放送があったのはさやかさんが亡くなった後でした。そのためこの時からの尾を引いて体調を崩すことで弱った体に病魔が襲ってきたという可能性も十分に考えられます。ストレスや喪失感などから食欲がなくなり激痩せにつながったという意見もあるようです。12月11日に掲載されたネット記事では、番組スタッフが神田正輝さんの容態についてこのようにコメントしています。当初は1週間程度の予定で、問題なければ神田さん本人も翌週には復帰する心づもりでした。しかししばらく休むことが発表され、コメントを出せないほどの何らかの異常が見つかった可能性が高いと思われます。番組関係者内でも観光令が敷かれていて、ほとんど情報がない状況です。1週間を予定していたにもかかわらず11月18日の放送回で丸1ヶ月欠席したことになっています。また一番新しい放送回の番組の中でも神田さんに触れることはなく、神田さんに関しての続報がありません。さて神田さんに関して様々な憶測が広がる一方、9月16日放送で意味深なことを言っていた場面があったのです。業界芸能界は放っておくとずっといることになります。僕はかれこれ50年になっちゃう、そろそろ自分で辞めますと言わないと辞めさせてくれないと意味深な発言を残しています。神田正輝さんは現在旅サラダが唯一のレギュラー番組であり、この番組に強い思いを持って出演していたはずです。この発言には何やら裏がありそうですが、一体どういうことなのでしょうか。この発言に対してテレビ局関係者はこう語ります。神田さんの辞めさせてくれない発言は
ジョークだと思われます。ただ責任感が強い人、今春以降激痩せや白髪が目立つようになって心配されていましたが、旅サラダは3月に座組が変わったばかりで自分から卒業を選ぶ気持ちはなかったようです。旅サラダでは93年4月放送の番組開始からサブ MC を務めたタレントの向井亜紀さん、2009年4月放送からレギュラーを務めたタレントの三船美佳さんが今年3月放送で同時に卒業。特に30年間サブ MC を務めた向井さんの卒業は同番組にとって大きなリニューアルでした。神田さんは番組がリニューアルされて1年も経っていないとの思いがあり、 SNS 上で何を言われようが MC を頑張っていたんです。番組を辞めさせてくれないという発言がジョークだったのは良かったのですが、神田さんの性格から考えて現在失踪中なのではないかという見方もあります。神田さんは責任感が強く、長女で女優の神田沙也加さんを21年12月18日に亡くした3日後の同月21日、元妻で歌手の松田聖子さんと共に札幌市内で記者団の取材にも気丈に対応しました。同月25日放送の旅サラダも欠席せず、僕は元気ですよと手を振ってみせたこともあり、責任感の強い人物であると言えます。神田さんの現在についてある推測をしてみました。神田さんは責任感が強く優しい性格であると言われています。しかしそんな責任感が強い人は自分を責めて行き場を失い、最悪の場合失踪するというケースもあるようです。数千人が失踪していく国、日本の社会問題について社会学者はこう語りました。人は物語と共に生きている。周囲への責任感が強い人ほど自分を追い詰める物語を作り、それに規定されていく。神田さんは旅サラダに強い思いを持っており、この番組は神田さんありきで26年やってきた番組でした。そのため強い責任感を持っていたはずです。病気の状態がどうなのか分かりませんが、神田さんが番組に復帰したいと思っても体が思うように回復せず、強い焦燥感に駆られた結果失踪したというケースも考えられるのではないでしょうか。どちらにせよ、神田さんが旅サラダを欠席して、神田さんから正式なコメントがないため、これらの話はあくまで憶測にはなりますが、無事旅サラダに復帰することはできるのでしょうか。この突如の休養、直近では大好きな旅サラダに出られないほどだから状態は芳しくないのではないかとの報道も出ていますが、メンテナンスを終えてまた元気な姿を見せてくれることを祈るばかりです。神田さんの続報を待ちたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。